俺の名前は新藤匠、27歳で営業マンやってます。今回紹介するのは少し前に参加した合コンでのエピソード。その合コンで知り合ったのはかなりきつい40代女性の陽子さん。本当は連絡先も教えたくなかったのですが、あまりにもしつこくて LINE を交換してしまったのです。匠くん、お疲れ様。速攻で連絡しちゃった。今日の合コン楽しかったね。陽子さん、お疲れ様っす。楽しかったですよ。ところでさ、匠くんって本当に今彼女いないの？本当かな？飲んでる時は1年以上彼女いないって言ってたよね。元カノとは1年ちょっと前に別れたんで。本当？それって超偶然。私も1年前に元彼と別れて、本当にあの時は辛かったな。私すっごく落ち込んじゃって、食事も食べられなくなっちゃったの。本当に男って自分勝手よね。そうですかね。男って信じられないわ。あ、嘘嘘、匠くんのことは信じてるよ。信じてるから安心して。安心してって言われても。なんだかね、私匠くんにすっごくすっごく興味あるかも。えへへ。ねえ匠くん、私を慰めてくれない？え？慰めるって？よかったら今度の土曜日2人で飲みに行こうよ。私の話聞いてほしいし、もちろん匠くんの話も聞くよ。いや、土曜日はちょっと仕事が。じゃあ日曜日でもいいよ。日曜日も仕事で。陽子さんと2人で飲みに行くのが嫌だった俺は、とっさに仕事だと嘘をついてしまいました。匠くん、そんなに仕事忙しいの？匠くんってまだ27歳でしょ？若いんだからもっともっと遊ばなきゃね。あれ、陽子さんっていくつなんですっけ？女性に年齢聞いてすみません。私29歳だよ。合コンの自己紹介で言ったよね。陽子さん、嘘やめましょうよ。嘘？嘘じゃないよ。まなみです。ちょうど今匠くんと飲み直してて。今日の合コンお疲れ様でした。実は合コンの後、俺は女性参加者の一人だったまなみちゃんと意気投合し、その流れで飲み直すことに。陽子さんの独壇場で全然つまらなかった合コンの憂さ晴らしをしたかったこともあり、楽しく飲んでいたところでした。実はこのまなみちゃん、偶然にも以前陽子さんと同じ職場だったらしく、ただ合コンの場では全員初対面設定ということになっていたそうで、特にそんな話は出なかったのですが。まなみさん、40代なのに29歳ってさすがにやりすぎだと思いますよ。見た目ですぐバレるし。え？だって陽子さんが退職した時39歳でしたよね。しかも彼氏いたことなかったじゃないですか。陽子さんが会社辞めたの1年前だから、1年前に元彼と別れたって話も成立しないし。陽子さんって相変わらずがっついてるんですね。ほら、あの時も。あの時って？陽子さんが私の彼氏紹介しろってしつこくて、それで私彼のことを紹介したじゃないですか。そしたら陽子さん、私がトイレに行った隙に彼に言い寄って、それで私の噂話をあることないこと吹き込んだんですもんね。私のこと浮気癖があるとか、昔不倫してたとか、嘘ばっかり。結局それがきっかけで彼とはギクシャクしちゃって、あのあと別れたんですよ。人の恋人に言い寄るとか本当最低ですよね。でもそこまでしたのに結局彼氏できなかったんですね。それで今もがっついてるとか笑える。しかもそのフリフリの服、当時でもきつかったのにまだ七五三のドレスみたいなフリフリ着てるって本当にきついですよ。もう言わないで。先輩が会社辞めた理由も取引先の人にしつこく言い寄ったことでトラブルに発展したからですよね。もう言わないでってば。先輩は引き継ぎもせず逃げるように辞めていきましたけど、残った社員でその尻拭いするの大変だったんですよ。やめてって、お願いだからやめて。陽子さん、匠です。なんかすみません、ちょっと陽子さんとは飲みに行けないです。俺今まなみちゃんが気になってて、だから申し訳ありません。
偶然にも陽子さんと同じ職場で働いていたまなみちゃんは、当時恋人との仲を陽子さんに壊されたことをかなり恨んでいたようです。合コンで再会した陽子さんに仕返しできてすっきりしていました。そして実はこの後俺とまなみちゃんは付き合うことに。合コンで陽子さんに出会った時は最悪だとすら思ってしまいましたが、結果オーライだったわけです。陽子さんも無理な若作りはやめて年相応の相手を探せばいいのにと余計なお世話ながら俺は思ってしまいました。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。